河野池忠次郎8月10日から1945年8月8日は日本の実業家、陽明伊之助。伝房の大鳥の意が家業の通りな。大阪府西成郡北伝房村出身。父、河野池藤七、母、国。河野池家が大阪伝房に今日構えたのは17世紀頃と言われ、六軒家という屋号で大阪の人々に親しまれてきた。 1871年父から家業の海鮮丼屋を引き継ぐとともに土木や建設の人員を供与する個人営業を創業。1952年に大阪建設業界の大物たちが座談会を開いた際に大林組相談役は当時、河野池さんのおられる伝房方面の仕事をしていたと発言している。河野池と伝房が特別に深い関係があった点は、 一同が認めている。後発の小林香織五郎は実行工事、内国官僚博覧会の工事で躍進したが、その過程で北の木成市氏とコネクションを作り、木成市氏と同じ、捨谷市一家の伝房の大鳥の井幸町の阿波熊ともつながった。当時、関西の捨谷市家は、日本最大のヤクザ組織であった。1898年頃から内務省。 三池定一郎主任儀士らの要請により、淀川改良工事に従事。1918年株式会社河野池組設立。1880年には運輸業にも進出し、運輸部門は現在河野池運輸となる。淀川の大洪水に対して河野池組は被害地の復旧に全力を挙げた。長男は河野池中三郎。河野池東一は孫。 藤井一の長男は、河野池はじめきで、娘の夫は、八馬直家、東方不動産社長、義兄は、大林義夫でその長男は、大林武夫、大林組会長。十郎の長男は、河野池忠彦、長女養子の夫は、辻隆。藤井一、十郎の姉木美子は、荒井健太郎、元洲密院副議長の次男、武雄の妻、その次女、文子の夫は、 沢田大蔵の長男沢田新吉。河野池十二郎の弟は河野池藤太郎で、その孫が河野池吉忠、参議院議員、元国務大臣。先祖は山中高生と伝承。広瀬隆市著、持丸長者、幕末、維新編、日本を動かした怪物たち306ページによれば、建設会社の河野池組は、明治4年に、 河野池忠次郎が建設と運輸を行う会社を創業したもので、河野池善家門一族とは無関係である。という、ホッケ業に支えられた人々河野池家の人々、ありがとうございます。